病院などで使用される除細動機除細動機は、心室細動や心室頻拍などの不整脈に対し、電気的な刺激を与えることで、除細動や同期性通電を行う医療機器のこと。以下を行うことができる、難媒機の千日前線と四つ橋線ホームに設置された AED 日本では、以前は医師、看護師、救急救命士のみに、 電気的除細動器を用いた除細動、指導規制通電の実施が認められていたが、2002年11月に発生した高窓の宮のり親王新能の急性が、新出細動によるものであったことなどを受け、2004年7月、厚生労働省から緊急性があり、医師がいないなどの条件を満たした場合は、一般市民が除細動を実施しても、 医師法違反とはならない旨の見解を示す通知が発出された。これは、寝室細動では、心停止から除細動を行うまでの時間が生命予後を決定するという研究結果を踏まえたものであり、事実上、一般市民へ除細動の実施が解禁されたこととなる。法令面では、除細動普及の条件が整備されたが、空港をはじめとする。 公共施設などへの自動対外式所再動機の設置、すなわちハード面での整備促進が遅れており、今後の課題とされている。なお、2005年の愛知万博では会場に200機の AED が設置された。また、医師会員である全診療所に AED が常置され、市民公開講座で実際の使い方の講習を行っている大阪府藤井寺市のようなところも増えている。 学校や職場などの救急救命講習においても AED の操作方法の講習が行われる機会が増えている。ありがとうございます。